こんにちは。おはようございます。こんばんは。はとくまです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、いつもよりね、遅い時間に始まりましたが、今日もね、いろんな話していくんだけど、まずは、明日です。トロントプロスーパーショーというね、IFBB プロ大会が行われます。で、ここはオープンボディービルとボディービル212で、個人的に楽しみな選手が出るので、まずはね、それを紹介したいと思います。また皆さんぜひね、それ以外でも注目選手とか、この人ぜひ見てっていう人がいたらコメント欄に書いてもらえればと思うんですが、まずはボディービル212。ここには、デイビッド・ヘンリーが出てきます。デイビッド・ヘンリーは今年ね、リージョンスポーツフェスタっていうショーン・クラレタが優勝した大会のマスターズの方、40歳以上の大会の方に出場して優勝をしているんだけど、2008年とかですかね。間違ってたら申し訳ないんですが、まだボディービル202の時に彼はオリンピアを取っていて、それ以降ね、ボディービル212になってからもずっと上位にいたような選手。2020年にもミスターオリンピア、ボディービル212には出てます。その時は12位かな。そんな彼がですね、今回は、マスターズではなくて、まあ普通の方っていうか、オリンピアのクオリファイがかかっている方に出てきます。今46だよね。まあもう年齢的にはレジェンドビルダーの中に入っている、まあオープンでもね、活躍してきたデイビッド・ヘンリーが、今回ね、出てきます。出場人数が5人ぐらいしかいなくて、まあすごい強い選手っていうのが、パッと見いなさそうなので、デイビッド・ヘンリーが優勝してね、2022年、またオリンピアにね帰ってくる可能性もかなり高いと思うから、めちゃくちゃ楽しみ。あの筋肉一つ一つの丸っこさとかさ、背中の分厚さとか広がりとか、ああいうのはまだまだ健在だと思うので、非常に注目しております。次はオープンボディービルなんだけど、ここは2人いて、1人目がクイントン・エリアっていう選手です。でこの人は今年行われたねルーマニアマッスルフェスタって11月の大会でトップ5に入っているオープンボディービルダーで、まあ、非常にオープンの選手の中でも体のラインが美しいというか、ウエストが非常に細くてね、こうタイトに引き締まっていて、逆三角形が目立つ綺麗なボディービルダーの一人です。やっぱりこうサイズがある選手と比べてしまうと、横から見た時の、上半身の厚みだったりとか、あとはまあ全体的な腕の太さだったりとか、モストマスキュラーした時のまあ迫力だったりとか、そういったのはないんだけど、それで言うとね、次この人、ジョエル・トーマスっていう選手になるんだけど、今年8月に行われたタンパプロっていうね、大会では7位に入っているオープンボディービルダーで、腕がね、ものすごい太いです。何センチぐらいあるのかよくわからないけど、まあ60センチ近くはね、全然あると思う。とにかく腕が太くて、横から見た時の体の厚みだったりとか、胸がね、非常にボリューミーな、まあボディービルダーです。なので、クイントン・エリアと比べると、サイズのところでは彼がね、勝っているとは思います。あとこの人は、ふくらはぎも、めちゃくちゃでかいんですよ。ハムもすごい。だから、下半身も、でかいです。まあ、大体正気、前から見た時の足は、腕とかがものすごく太かったりとか、上半身がものすごい、でかいので、ちょっと細く見えちゃうところはあったりする。あと、ま、弱点のところの話をすると、ハトクマ的に感じたのは、まあ、まず、腹筋ですね。ここが他の選手と比べると、まあ、薄く、消えてるようにも見えてしまう。この辺は、ま、絞りのところもあるとは思うんですけど、もともと腹筋がそのボコボコっと出ているタイプの選手ではない。腹筋が強みではない選手だと思うので、まあ、そういったところが弱点に見える可能性はあると思います。あとは、絞りですかね。まあ、でかい選手ってなかなかこう、バリッバリに絞ってくる選手っていうのがあまりいないイメージなんですけど、ロニー・コールマンとかは置いておいてね。なので、この選手もタンパプロの時とかを、見たりすると、ちょっとね、コンディションが甘かったところはあったと思うので、まあこれ流してる映像は、今回のトロントプロの3ヶ月以上前の映像なので、今これよりも全然バリバリなんですけど、なんでまあ、その辺のステージ当日の調整っていうところがバッチリ決まってきたら、この選手に勝てる選手っていうのは、まあかなり限られてくる可能性もあるかなって思うとね、まあ、プロポーションのクイントン、サイズのジョエルということで、非常にね、楽しみな対決が、今回の大会でも見れるんじゃないかなと思うし、この大会誰が勝っても多分オリンピア決めるのは初になると思うので、来年のオリンピア決めるっていう意味ではね、非常に楽しみでございます。以上が、今週末に行われるトロントプロスーパーショーのお話でございました。次、この写真ですね。左はクラシックフィジークのね、オリンピアチャンピオン、クリス・バムステッドなんだけど、隣の選手はマルセロっていうね、新しい、まあ、オープンボディービルダーというか、まあ、プロになりたての選手です。この前行われたマッスルコンテストブラジルっていう大会でプロになっている選手なんだけど、まあ、今、一番ね、こう、綺麗なオープンボディービルダーというか、またすごいね、プロが誕生したっていう風な感じで、ちょっぴり、
インスタグラムとかでは注目されてたりしてます。で、まあ、なんでこれ比べられてるかっていうと、まあ、若干その体格がね、クリス・バムステッドに似てるからっていうのもあるんだけど、まあ、この人がクラシックフィジークに来たらどうなるんだろうっていうか、まあ、あのクリス・バムステッドの、まあ、連覇っていうのを阻むようなやばい選手になるんじゃねえかっていうので、ちょっとこう、まあ、期待の意味も込めて、あとはま、ちょっとこう、エンタメ要素も込めて、こう並べてたりするみたいなんだけどさ、でも本当に、この人がクラシックに降りてきたら、かなりいいとこまで行っちゃうんじゃないかなって。それこそだから、来年はキーオン・ピアソンがクラシック復帰するから、多分オリンピアトップ5とか全然入ってくると思うんですよね。で、この選手もクラシックに出るんだったら、オリンピアとかは全然すぐ決めると思うし、特にフロントダブルバイとか、まあ、クリス・バムステッドにね、あの、これとかも本当に似てる。でも、前から見た足の太さとか、ストリエーションの深さなんかもすごいしさ、腹筋なんかもすごい。で、バキュームもできてるから、まあ、余計にね、クラシックフィジーク行ったらっていう話が出てます。で、これは本当かどうかちょっとわかんないんですけど、体重の、まあ、クラシックフィジークってリミットが一応あるんですよね。身長によってリミット決まってるんですけど、この人の今回の大会なのかな、から、マイナス2キロぐらいかな ?2、3キロすると、クラシックフィジークのプロのリミットに到達するっぽいんですよね。まあ身長がかなり高い選手なので、まああのリミットも体重重い、多分100キロ超えてるんですよね、リミット自体が。ってなってるっぽいんですよ。なので、クラシック転向も、まあ、現実的なんですよね、全然。まあ、これから、オープンボディービルダーとして、まあ、例えば、ビッグラミーとか、ブランドンとか、あの辺と戦おうと思ったら、この体のラインの美しさだったりとか、腕の太さだったりとか、筋肉のメリハリだったりとか、そういったところはかなり武器になると思うから、オープンのオリンピアにも、ま、出れるとは思うんですけど、サイズアップっていうのは、まだまだ、あの、必要だとは思うんですよね。背中の厚みだったりとか、まあ、いろんなところで。ただ、クラシックフィジークはあと2キロ3キロ落とすだけということで、まあ、その2キロ3キロってかなり大変だと思うんだけど、まあ、10キロ20キロ筋肉増やすよりはっていうところあると思うんですよ。まあ、シンさんとかもね、日本の、今回あの、筋肉を増やすんじゃなくて、減らすっていう方向で、まあ、クラシックフィジークの体に作り替えてね、クラシックデビューされて、まあ、5位に入ったりとか、してましたけど、まあ、この選手、皆さんどうですか?もし、クリス・バムステッドの敵になるとしたら、要はクラシックフィジークに来たらね、どこまで行くと思いますか?どうなると思いますか?ぜひコメント欄書いてもらえればと思います。で、あとは、まあ、クラシックフィジークで言うとね、クラシックフィジークで言うと、まあ、この人、ジェレミー・ポトビンでございます。ジェレミー・ポトビンは来年かな?早くて来年、クラシックデビューするみたいな話が出てます。で、体のアップデートをしているんですが、まあ、ジェレミー・ポトビンもね、ウエストのこの細さは本当に天下一品ということで、まあ、そこからの V シェイプもすごいと。で、まあ、胸のボリュームね、この爆乳は、クラシックフィジーク選手にも負けないものを持っているということで、まあ、非常にクラシックデビューが楽しみ、まあ、注目されている選手の一人なんだけど、まあ、ジェレミー・ポトビンはもっとその足ですよね。まあ、メンズフィジーク選手は足だったりとか、まあ、背中の厚みだったりとか、そういったところの強化がかなりやっぱりクラシックで戦おうと思ったら、必要にはなってくると。思うんですよ。まあ、それは、ブランドン・ヘンドリクソンだろうが、ジェレミー・ブエンディアだろうが、誰だろうが、特にそこは重要だと思う。まあ、下半身とかやっぱり見ると、クラシックフィジック選手の足と、メンズフィジック選手の足ってもう全然違う。上半身だけで言えば、まあ、もちろん、クラシックの方がでかいかもしれないけど、そこまで大差はないと思うんですよね。で、足でやっぱりこう、かなり差がついているようには見えるので、ジェレミー・ポトビンのこっからのね、進化っていうのも注目したいし、まあ、デビューするとなったらね、まあ、メンズフィジークで、オリンピアでかなり上位まで行っている選手で、まあ、有名な選手なので、まあ、注目されることは間違いなしということだと思うので、てなわけで今日の動画はここで終わろうというふうに思います。少しでも面白かったためになったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録ボタンのクリック、ぜひよろしくお願いいたします。またね、インスタグラムもやっているので、そちらの方のフォローもぜひお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイチャ。